気をつけろ。ブロンズ級のホワイトシーラムだ。てい、受けてみろ。ほら、白雲山。新しいカードを獲得しました。さ、ソウルカードはここから。新しく獲得したソウルカードを装備し、ソウルカード装備完了。クエストを続けましょう。赤い髪のエレシア人、すぐに姉様に教えなきゃ。驚かせてしまったかな。精霊碑が光った。アルマ様、どうか私たちに導きを。10年が過ぎた今、ごめんなさい。これからオルハはゼーメの心境に霊力を注ぐため。オルハのあの様子、魔獣もそう。くらっくらっ、受けてみろ。いた、近づかないで。私がすぐに追い払うから急いで逃げて。ほら、受けてみろ。大丈夫か。誰だ。待て、イーシャが傷ついたらどうする。おじさま、彼らはイーシャを救ってくれたのです。先ほどの魔獣などレダ族の戦士であればたやすい相手だ。それと不用意に村の者に近づくのは要せ。余計な争いごとの火種を持ち込むことになる。いつか。そうだ、それならサブクエストを達成して引き続きメインクエストを冒険しましょう。アルマ様、光の導きが我らレダ族の迷いを拭い去らんことを。アルマ様のお告げです。アドルス、この先はどう猛な。クバオルレダ族の戦士。オルハ、私、その母と父は確かあの日意識が朦朧。ここをタップして。父さんがエレシア。はい、こん。ごめんなさいね。今日は食べ物を持っていないの。マグ、敵。毛を少しだけちょうだい。安心して、痛みはないから。これから、これで。この術の効果は。このピッカードたち、動きが妙。うん、無害なピッカード。ピッカードは魔獣に襲われることもあります。術の効果が。新しいカードを獲得しました。
ソウルカードはここから確認できます。あれはシルバー級以上の敵だな。注意しよう。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。なんとか倒せました。強敵に挑んで君の称号を見に行きましょう。称号をランクアップさせましょう。条件達成。この条件も称号をランクアップさせるとまた強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。